一週間の美女、美少女たちの話題を前後編で取り上げる、今週の美女図鑑の前編、12月11から14日。アイドルグループ、乃木坂46の与田祐希さんが、ざっくりとしたニットで姿で、背中をちら見せさせた話題、人気コスプレイヤーのえなこさんが、週刊誌、フラッシュ、公文社の表紙に登場した話題などが注目を集めた。12月12日、日本テレビ系の朝の情報番組、ZIP、月曜から金曜午前5時50分の人気コーナー、星々のベラベライングリッシュのヒロイン、レイアとして話題の米倉レイアさんが、東京都内で2022年カレンダーの発売イベントを開催。お気に入りは白いワンピースのカットで、米倉さんは肩を出してセクシーめな感じ。知的にはおすすめ。服装は大人っぽいけど、顔は子供っぽいというギャップがあっていいと思います、とアピールした。12日、ミスマガジン2018グランプリで、令和のグラビアクイーンとも呼ばれる沢口愛香さんの連載、週刊沢口愛香の、沢散歩の第7回が、漫画誌、週刊ヤングマガジン、講談社のウェブサイト、ヤンマガウェブに掲載された。沢散歩は、高校卒業後に上京した沢口さんが、まだ知らない東京のことを知ろうと名所、面白スポットを巡るコーナー。第7回は福生を訪れ、おしゃれな雑貨店を巡ったほか、中華料理店で特大餃子や大好きなサンラータンメンを堪能した。13日、乃木坂46の与田さんが、漫画誌、週刊ヤングマガジン、第2、3合併号の表紙を飾った、大人与田、さらに美しくなって帰ってきた、と紹介され、ざっくりとしたニットで、背中をちら見せさせた。同号には、乃木坂46の4期生の架橋さやかさん、早川ひじりきたさん、清宮麗さんも登場、弾けるような美しい輝き、と紹介され、白い衣装で体を寄せ合う写真などが掲載された。14日、えなこさんが、週刊誌、フラッシュ、12月28日号の表紙を飾った。えなこさんは同号の表紙に加え、関東9ページにも登場、もしも昭和にタイムスリップしたら、をコンセプトに、まるで昭和のまま時間が止まったかのような場所で撮影されたレトロな雰囲気の写真が掲載され、水着姿も披露した。またインタビューでえなこさんは、トークバラエティ番組、ダウンタウンデラックス、読売テレビ日本テレビ系、で年収を告白した思いや、週刊誌にグラビアが掲載されることで密かに抱いている楽しみなどを語っている。